リンクス重犯罪法違反デッキ爆誕。どうも皆さん、法を守らない男リュウです。本日なんですが、見てくださいこのデッキ、やばいっしょやばいっしょ、やばくない？メインデッキの中全部リミットデッキ、これ作ってきました今日ね。最近ハマってる遊び方でアンリミットルームで超絶パワーの押し付け合いするっていう遊び方ハマってるんですけど、まあ、この間ノーリミット大会やったんでね、よかったらそっちのアーカイブ見てほしいなと思うんですけど、めっちゃ楽しいんですよ。で、今日のコンセプト、デッキのコンセプトはなんかね、クソアホみたいな頭割るっていう発想なんですけど、これデッキ内全部リミットのカードにしたら強いんじゃねっていう発想ですよね。はい、これでね、今日ですね、知らないギミックとアレイスターギミックになんかシンプルに不快なカードをいっぱい入れまして、で、これでぶん回していくっていうデッキですねリミット2が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 枚です。リミット2が19枚で、リミット3が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 枚です。リミット2 19枚、リミット3が11枚です。はい、頭悪いっしょやばそうっしょ、なんかやばいこと起きそうじゃん。早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ何デッキだ、何デッキだお前、そのデッキ何デッキだ。まあ多分絆を使うかな、まあ、コピーとかあれかもしんないけどね、レベルコピーとかあるかもしんないけど、レベルコピーレベル上昇とかあるかもしんないけど、まあ多分絆じゃないかな。20枚エキオスター7枚、分かりませんね、何でしょう。出た、いや強い、やめろモンスターを通常召喚、やめろ強すぎるだろ、ふざけんなよ、強すぎるんだってこれ、無理なんだもん、やば、展開力、展開力やばすぎるんだが、やばいこと起きてる。でこれで結束2ドロー入るで、支援立つ、まあでも二刀流飛んでこないから、まあまだね、二刀流飛んで、まあエニシやばいですけど、まあエニシ飛んでこないんで、多分この感じだと、なんでそこはいいわ、いい、まあ、それはいい、侵略者支援はいい、オッケー、そこはもう許す、許容で、カード2枚え、キザン、なるほど、キザン、あエクシーズもできるのか、エクシーズ、これローチとかやばいか、ローチやばいぜ、あ、ホープか、なるほど、ホープ、はいはいはい、なんか支援ローチとかいうなんか地獄みたいな場面ありえましたよね、今ね。エネコン、エネコン、エネコン、エネコン1があるね。知らないの、モノレベ召喚、まあ、二刀流ないんで、これで効果発動する。で、妖刀出す、これ犯罪ムーブすればいいんじゃない、これ、これまず犯罪行為、まず1回目するじゃん、ギリギリ法に触れない行為、ギリギリ法に触れない行為をしていく。ねえ、妖刀知らぬいをリリースして、でお前のホープパクりたいですよ。でそれ効果止めるしかないですよね、だってね、これ相打ち取られるんで、相手これは止めるしかない、これは止めるしかない、さあ止めるしかないぞ。なんとグリボルでもあんのか。さあ新6部支援の効果発動にチェーンして、エネミーコントローラー発動していくこれがこっちの行為が法に触れます。こちらの行為はね、法に触れるというね、話を聞きました。で、パッパッてやって、はい。で、セット、セット、で、ぶん殴って、相打ち取って、オッケー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 。ちょうど攻撃力同じだったぜ。エネパックをケアしとくべきだな、この環境は。エネミーコントローラー2連発とかいうクソみてえな、クソみてえなムーブかましてやったぜ。6部衆の結束いいだろう。結束はいいだろう。頼むぞ。ああ、いいだろう。キさん、もうエネこれこうよ。なんかやばいの光ったらやばいから、これで二刀流とか光ったらやばいんで、ダメージはいい。俺は墓地のシンクロが控えている。次のターンにな。勝ったらこれ。いけるいけるいけるぞ。いけるぞ。犯罪行為、犯罪行為最強だ。ギリギリ法に触れる行為してるからね。で俺のターン。ヘッドチャッチング切ってる、ヘッドチャッチングはいらない、妖刀知らぬに効果発動する、モノノベ除外して6シンクロしていく。で、刀が乱していく、はい、刀が乱して、で、モノノベ効果、モノノベ効果で1枚ドローして、あ、いいね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 、召喚器使ってない、これこうだ、
1100でしょ、1100大丈夫、1100一発で1枚で1100削り切れるかハンドないかな、ゴクムシューはで、これでこうしてで、こうよ、はいはい、よし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 、なんて強いんだ、なんて強いんだ、エネミーコントローラーっていうカードは。リミットにめちゃくちゃ連打してる、リミット2カード何枚見えてんだみたいな話あるけど、これリミット2カード何枚見えてんの今、弱すぎる。1枚2枚3枚4枚5枚6枚かな。スキル発動ドローセンス闇、そしてリミット3カード召喚、リミット3カード効果発動、リミット3カードの効果によってリミット3カードを持ってくる、そしてくらい召喚魔術発動、召喚魔術の効果によって俺は炎属性モンスターとアレイスターを除外し、いけ召喚中ブルガトリオン、そして墓地の召喚魔術の効果発動、このカードをゲームから除外しアレイスターを回収、あーデッキに戻してアレイスターを回収、このモンスターは貫通の能力を持っているぜ、いけうわーとりゃーうおおおらやばすぎる、なんて強いんだ。さあお相手の方、おっとなんだ、イクイップチェンジか、イクイップチェンジドラグか、とりあえず俺はモノノベを召喚するぜ、モノノベの効果そう、これねベイルが若干ケアされるのでちょっと辛いんですよね、若干辛いんですけど、まあ、とりあえず進行召喚しておきますか。そうですね、まあエネコあるんで、まあエネコ戻されたらどっちにしても負けなんで、多分ドラグンギーだとしたら、まあ、だから真空召喚しといていいんじゃないかな、まあ、8神経とかねできるようにしといた方がいいんじゃないかなと思うんで、こことここでこうしといて、でエネコンとベイルでなんとか耐えるっていう話ありますね、まあ、攻撃表示ですよ、でこうしてドラグレディの場合ちょっとベイルっていうカードが、ね、機能しないんですよね、4000ワンパン飛んでくるんで、さあコズミックサイクロンだけは本当にやめてほしい、あーオッケー、セナートか、セナート、エネコも打っちゃうか、エネコ打っちゃって、うん、なんかコストつけられるよりもこっちの方がいいや、こうしといてで耐えよ、これで耐え、はいはい真相ね、なるほど、あれクーゼ横か、クーゼらしい来るかな、クーゼらし来る、まあでもあんまり関係ないな、クーゼらし、あクーゼらしはしない、クーゼらしはしない、黄金室来た、黄金室強い、黄金室は強い、カイトロイド持ってる可能性もちょっと一応ケアしておきますか、カイトロイドケアは必要、とりあえず8シンクロはできるんだよな、でも、2200でしょ、2200は2200ワンキルできないですよね、ギリギリ届かないっていうか、モンスターを引いてくればいいのか、だから先にですね、まず妖刀手段に効果使う、妖刀手段に効果使って、物述べ出して、でドローをして、でこうしてく、で物述べ効果1枚ドロー、あコズミックサイクロン、コズミックサイクロン怪盗か、これは怪盗か、とりあえず封印の黄金室発動、封印の黄金室効果で影物除外する、で影物効果出てくるの妖刀知らぬい、でクリボールはもうしょうがない、クリボールはあったらしょうがない、これはねカイトロギだけケアしていこう、クリボールはしょうがない、でこうしてでこうしてでこうよ、でコズミックで無事抜けばいいから、で刀神効果500ポイント下げる、さあ伝統ワンキルいくぜ、伝統芸能ワンキルバトルフェイスゴー、いけ戦神ゴー、オッケー、なんもない、コズミックサイクロン発動、コズミックサイクロンの効果によってドラグニティの真相を墓地のクラス、あ除外させてもらう、クラリースーパー伝統ワンキルよしよしよし、一瞬でデュエル終了だぜ、対戦ありがとうございました、マジで回し方怪しすぎる、このデッキやべ反応弱すぎる、いやね回し方ちょっとねあまりにも弱いっていう話あるね、セットセット、いやこの宮塚さん、宮塚さんセットしたらダメだ、宮塚さんノーセットの方がいいな、宮塚さんはノーセット、
さあ何でしょうか、アイテムデッキ。割烹ベース、割烹ベース、やめろ、なんだこのデッキ、なんだ割烹、やめろ、ふざけんなよ、ふざけんなよ、なんだこいつ、なんやねんこいつ、やべえやめ、やめて、やめて、やめろ、海の力を見せるぜ、やめたやめてくれ、モンスター出しとけばよかった、チキショチキショチキショ、カップオベース2発だから犯罪だって。いや知らんわ、そういえばこいつライフポストってのを持ってたな、そういえばふざけんなよ、持ってたわ、そういえば、あー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 おー、くたばれよマジで、くたばれやがれ、何がおもろいねんこのゲーム、毎回毎回横になってもらっていいですか、横になってもらっていいですか、ですよね、ですよね、タップでなんかカップオブエースで引いてめっちゃカカオ引いてくからさ、相手ハンドめっちゃあるんだけど、 うわークソゲーだー、クソゲーだー、このゲーム